えー、こんにちは。黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、4つのセブンストロークロールということでですね、セブンストロークロールって僕も最初ですね、いろいろ、あれこれどうやって使うんだろうと思って全部一緒にしてた部分もあったりとかしてですね、えー、表現力が少なくとも4つはあるんですよ。そのお話をしていきますね。 まずは6連フィールとドラッグが入ったものっていうのとグランドロールっていう話とですね、長い音の表現っていうのがあります。この4つをやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、6連フィールってやつですね。この6連っていうのはですね、えっ、ー、と、なんちゃらな、ドララっていうところをですね、ここのドララのところをこの6連、まあこれ倍で書くと、

左、左、右、右、左、左、右というふうに。まあこれは指定になっているので、左からの、まあ左からのセブンですが、もしかしたらこれは別にシングルストロークで、右、左、右、左、右、左、右というふうに言ってもらっても構わないですね。とにかく長い音を表現するときは、最初の音と後ろの音がこのように音量があって、あとは残響を表現しているので、音をちっちゃくしなきゃいけないということですね。じゃあこれを聞いてみましょう。 はい。それでは、えー、4つのセブンストロークロールっていうのをやっていきたいと思います。で、前にやった、えー、ウォオールアメリカンドラマ2ですね。2の方に出てきたセブンストロークロールっていうのは、これね。こう、6連符というか、3連乗りに。で、この入るときにちゃんとアクセプト タタトトトトト。最初と最後だけがオフィ声がセブンストロークロール。はい。ドラッグの入ったものってことですね。このセブンストロークロールなんですが、こうやって書いたもの。これ僕さっきのやつとほとんど一緒だと思ってたんですね。で、違って、これはファイブストロークのタタトトタンに、に、このドラッグが入ってるんですね。要はラフが入ってるんですね。 らって引きつけて、ラタとトタラタトとタっていう風にしてあります。たん、らトとタタトラタトとタっていう風になります。なので、これは引きつけないでずっとですね、僕は、タトとととととタンっていう風に最初叩いてたんですが、違うよと、た、ラタトとタっていう風になる。 要は、トトトトトは、これはグランドロールの方になるので、えー、違う表記だったらそういう風に表記するということでですね、別の表記をしているので、これはあくまでもラフがついて、ここに5ストロークがあって、全部で足して7個になっているということですね。手順としては左右、右、右、左、左ですが、これはもっと引き付けます。タッとこう、タカとこういタッ、ロラタトとタっていう風に引き付けて叩くと、タッ、ラー、タッ、ラー、タッ、ラーっていう風に聞こえるようになります。はい、聞いてみましょう。 次がですね、ファイブストロークロール、えー、2の手前にラフが、ついて、これがタッツルリー、タッツルリーみたいに、タッツルリーって聞こえるやつ。これが2つ目の成分。 はい。グランドロールってやつですね。グランドロールっていうのはですね、ずーっと、タカ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 っていうのがずっと鳴っててですね、その上にアクセントが上に乗っかってる感じなんですね。タっタカタカタカ、タっタカタカ。で、さっき言ったやつが僕は最初、えセブンストロー、さっきのセブンストロークロールがこれだと思ったんですが、これだとタっタカタカタなんで、で、ここは全部同じ長さで、同じ音量で揃えて、タタ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 タ。で、アクセントがターン。 ターンですこれがずらしていったりすることもあるんですが、こういうふうにずーっとロールが鳴ってるのをグランドロールと言って、そのグランドロールのところにアクセントがこうやって乗っかって、こういうふうなフレーズの表現になってるっていう、これをグランドロールと言います。見てみましょう。はい。三つ目はグランドロールって言われてる。ずーっと、これは鳴っててー、こう。 ずーっとグランドにロールが鳴ってて、その上にアクセントだけがこう自由に入ってくる感じ。これ反対に始めると。ま、16のアクセントの。 練習ですね。まあ、あの、ダブルで埋めてグランドのロールにするということですね。最後に、長い音表現ですね。タターというふうにやってた場合は、これはですね、えっ、ー、と、タタカタカタカタンの,のこで、こことここがアクセントがあって、タッタタタタータタ,タ,タドラ。 タズル,ルルラっていう風に聞こえるいうことですね。こういう、えー、セブンストローク。こういう表記がされているときは、ここがセブンで、ここが頭で、タタンっていう実音が聞こえてきて、ここが残響音を表現してるっていう形になります。それでは聞いてみましょう。で、最後のやつが、えっ、ー、と、普通にタターを、チチイ、チチイっていうのを表現するのに、ッタッター、タターの間の、あとは残り残響。 というスタイル、ね、の4つということでした。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか使い分けれると、えー、これ、あの、文法的には間違ってますが、僕、この、この書き方好きでついついやっちゃうんです。使い分けられると、えー、すごく表現力が広がります。えー、7ストロークローですね。だから、こう、意図的にそういう、こう、こうずーっと、 ブランドロールみたいになっているのか、ちゃんとこうドラッグとして分けているのか、長い音を表現するっていうのはいろんな方法があるので、こういったセブンストロークロールはよく使うのが今の4種類があるので、えー、ちゃんと使い分けしましょう。そうするとジャズでもすごくよく使うので、えー、使い分けると、まあ、ジャズのドラムのソロがすごくこう、ボキャブラリーが増えて表現力が広がると思います。えー、というわけで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。